アンダー55キロファイト3ラウンドマッチ延長1ラウンドが用意されております。さて中村さん、高弘選手が欠場となってジョッキーレックが出てまいりました。石田がこういう時どういうファイトを見せてくれるかですよね。そうですね、まあ、本当にもうね、練習も全部終えて、はい、もう前日だったんでこれからどう、ね、対策ねっていうのは正直難しい状況だと思うんですけど、まあ、その中でも、ね、やっぱりやってきたことっていうのはあると思うんで、はい、それを、ね、しっかり見せてほしいなと思いますね。確かにそうですね。さあ赤コーナー石田、はい、予想外の相手となりました。左のリードジャブから赤いグローブ、相手の前蹴り左インローダブルからパンチというジョッキーレッグ、ワンツー早い。さあもうクラッシュ生え抜きファイターと言っていい石田圭介、テコンドーベースの強いファイターですがまだ20歳。石川さん、これ相手が急に変わるというのはいろいろ要素はあると思いますけれどもね、どうこの相手睨んでらっしゃいますか。そうですね、お迎え試合前にお話を聞いたんですけど、うん、まあ、対戦相手が変わっても、まあ、僕のやることは変わりません、はい、って言ってましたね。でまあ、こういう急にですね、国際戦に、これは僕の考えなんですけど、急に国際戦になったじゃないですか、はい、このキャリアでね、国際戦をできるっていうことをチャンスに変えてほしいですね。そうですよね、キャリアアップ、このクラッシュの中で体重が、はい、本当に珍しいことですからね、はい、クラッシュの上に体重が上がるのは。そうですよね、もちろんその肘というのも得意としているジョッキーレックなんですが、このルールは当然そのクラッシュルール、それでも自分は大丈夫ですというジョッキーレックだったんですが、それに対しての出だしですね、石田、石川さんどう見えてるんですか。球威全くないですね、いつも通りの自分のスタイルができてるし、はい、ここも追い詰めていきます。中村さん、なんといっても石田ですけれどもね、これ13勝4敗 7KO というレコードの中で4敗はもう王者クラスにしか決していないんですよ ね、 そうですね、はい、実際ね、一つは同門の佐野天馬選手との、ね、トーナメントの決勝でしたけど、残りはね、タイガ選手と堀尾選手にしか負けてないっていうことは、まあ、実質ね、はい、本当にね、チャンプ、おいしそう、タイムラグがあって崩れた石田圭介の膝、天馬に届けとジョッキーレックに突き刺した。この聞いてますよ、はい、この1個前にも出してたんですね、飛び膝というか、はい、それが今ガードの間から抜けました。バックスピンキック、石川さん今言っていいですか。はい、言っていいです、今言ってほしいですね、うん、今、左ボディ打ち、多分何やっても倒せると思いますよ、確かに何をやっても倒せる、もう体重は守る、そんな破壊力はロングレンジのパンチだ、2度目のダウンを奪った石田、ジョッキーレック立ち上がっていますが、もうこうなったらもう1回ダウンを奪ってこのラウンド中に決めたい石田、あと1回ダウン、ダウン決めた、これが石田圭介、勝者石田圭介、ガンダムだと、いや違う、表情は崩しません。